案外こういう男はです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は例の件の続き。例の件とは市川猿之助氏の事件です。あの一件以来、やたらとマカロンや YouTube コメント欄にリクエストが来ている人物がいます。僕は全く知らない方でしたが、そんなにたくさん感想枠の依頼をされるのならばやってみようと今日に至ります。それではまずマカロンを読ませていただきましょう。ケンケン先生こんばんは。いつも旬な時事ネタ感想枠を配信くださりありがとうございます。先日の市川猿之助さんの事件ですが、恋人とされる石橋正隆さんの面相を見ていただきたく存じます。猿之助さんの隣で写っている画像を見て、なぜか夜の世界の人のような印象を受けました。特に有名人ではない方なのかと存じますが、配信が可能でしたら何卒よろしくお願いいたします。次、俳優の石橋正隆氏44歳の感想はこうお願いします。市川猿之助さんのマネージャーで遺産を相続されると遺書に書いていた愛する M だと言われている人物です。かつては小柳ルミ子さんと付き合って同棲していたそうですが、いつまでも甘えられて疲れたと振られています。大物芸能人に取り入るのがうまいタイプなんでしょうか。猿之助さんが死んでも全く悲しくないと言ってるそうで、かなりドライです。次、市川猿之助さんの恋人と噂される石橋正隆さんの感想枠をお願いいたします。過去には小柳ルミ子さんの紐で話題になりたかったのか、自ら結婚間近とマスコミにリークしたり、セクシー男優もされていたみたいです。猿之助さんから気に入られて一気に歌舞伎の大道具から表舞台に立たれたとか、ふてぶてしい態度すごく気になります。はい、というマカロンでした。インスタグラム質問コーナーでも、別動画コメント欄でも同様の問い合わせをしてくださった皆様もありがとうございます。僕は全く聞いたこともない見たこともない人物ですので、ネットで情報を調べながら進めていきます。ウェブ上に掲載されていますデータを取っていますので、 100% 正確かどうかの判別ができかねますから、そのあたりはご了承くださいませ。それでは本日の項目です。項目1、恋人 M の正体が石橋正隆氏。項目2、石橋正隆氏はどのような人物なのか。項目3、石橋正隆氏を感想枠で見る。項目4、市川猿之助氏との仲を考察の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、恋人 M の正体が石橋正隆氏です。そもそもどこからこの石橋正隆氏というのは出てきたのでしょうか。それは市川猿之助氏が遺書に残した恋人 M の正体がそうだというのです。こちらの件について詳しく見ていきましょう。週刊女性プライム様の記事を引用させていただきます。親子で特別扱い、市川猿之助の恋人、父親もたくさんお世話になっていた、驚愕の事実というタイトルでございます。4代目市川猿之助氏の心中事件発生から約2週間が経過しました。一命を取り留めました猿之助氏は警視庁の聴取を受けておりまして、報道を通してその供述内容が徐々に明らかになる中、世間では遺書と見られますメッセージに記されました恋人 M の存在に注目が集まっています。週刊文春6月1日発売後の直撃を受けました M 氏は、猿之助が死のうが関係ありませんねと釣れないコメントを残していますが、 M は父ともども猿之助さんの舞台に多数起用されているだけに、こうした態度は猿之助さんファンから大きな反感を買ってしまうのではと芸能記者は話します。猿之助氏は自身のハラスメント行為の告発記事が掲載されました5月18日発売の小学館女性セブンのせいでしょうか、都内の自宅で父段四郎さんと母信子さんと共に自殺を図り緊急搬送されました。両親は同日中に死亡が確認されましたが、猿之助氏自身は当時意識が朦朧とした状態だったと言いますが、無事に一命を取りとどめ、24日に行われました警視庁の聴取に対し、事件前日に両親と死んでもう一度やり直そうと話し合い、両親が睡眠薬を飲んだと話したといいます。司法解剖の結果、両親の死因は睡眠導入などに用いられます向精神薬の過剰摂取による中毒死とみられ、猿之助さんも薬物を飲んだ可能性があるそうです。しかし警視庁が行った家宅捜索では、自宅から薬物や包装容器が見つかっておらず、今のところ入手ルートも分かっていないとのことで、これが捜査のポイントになると言われています。一部週刊誌では、猿之助さんが薬物を摂取して意識を失いました両親の顔にビニール袋をかぶせたとも伝えられ、警視庁は猿之助さんを自殺ほう助の疑いで逮捕する方針という話も浮上しています。実際に逮捕までのカウントダウンが始まっていると見られます。猿之助氏の心中事件をめぐっては、彼の恋人 M の存在も世間の注目を集めています。というのも、猿之助氏が自殺を図った部屋に立てかけられてありましたスケッチ用のキャンバスには、愛する M 大好き、次の世で会おうね、また仏壇に置かれましたメモには、 M を木の氏、高彦氏の養子にし、遺産の全てを相続すると記され
されていましたことが明らかになっております。この M は当初猿之助氏の知人と報じられましたが、後に40代の役者で猿之助氏の付き人も務めている男性であることが判明しました。週刊文春最新号では、この M 氏が心中事件から9日後、同世代の女性と手をつないで駅前の商店街を歩く姿をキャッチしています。記者の猿之助さんの事件はどういう風に見ているという質問に対し、何にも関わりないので、また全く悲しくないの問いにも、はい全然とつれない回答をしており、本当に猿之助氏が全財産を相続させると指名した人物なのかと疑わしく感じた人は多いのではないでしょうか。同氏はそんな M 氏について、年上の女優を口説いては業界内で居場所を見つけていく能力に長けていましたという知人の証言を掲載しているのですが、猿之助氏もまた居場所作りのために利用されてしまったのではないかという見立てもできるかもしれませんと芸能メディア編集者は語ります。 M 氏は4年ほど前から猿之助氏が関わる舞台に出演するようになり、メインに起用されることもありました。近年の仕事は基本的に猿之助さん絡みと言っていいようです。 M 氏のこれまでの出演歴を見ても、猿之助氏と知り合ってから一気に仕事が増えている印象です。スーパー歌舞伎新版おぐり2019年や、歌舞伎座3月大歌舞伎新三国志関羽編2022年、また猿之助と愉快な仲間たち2022年からシリーズには第1回公演から参加しています。特筆すべきは M 氏だけでなく、 M 氏の父親もまた昨今猿之助氏関連の舞台に多数出演している点です。 M 氏の父親は1970年から80年代テレビや映画界で活躍した俳優なのですが、公式サイトを見てみますと、昨年から今年にかけてだけでも猿之助さんの携わる舞台に7作も参加しているんです。 M 氏と父親が共演する機会もあり、 M 氏のインスタグラムには衣装を身にまとった親子のツーショットも投稿されています。猿之助氏と M 氏が出会ったきっかけは猿之助氏と父親の共演という報道もありましたが、 M 氏は父ともども猿之助氏から特別扱いを受けていたという可能性もあります。もちろん猿之助氏が M 氏との関係を抜きに父親の実力を買って起用していたとも考えられるだけに断言はできませんが、少なくとも M 氏親子が猿之助氏のお世話になっていたというのは間違いありません。そういった家族ぐるみの関係性があるにもかかわらず、文春の直撃に対しあんなにも冷たい受け答えをするとは、猿之助氏ファンの心象は悪いはずです。 M 氏のインスタグラムには事件後応援のメッセージが寄せられていましたが、こういった言葉も M 氏にとっては煩わしいものでしかなかったのでしょうかと記者は語りました。猿之助氏は M 氏の関係ありませんねという言葉を今どのように受け止めておられるのでしょうか。はい、なるほどなるほど。うまくまとめられている記事で、登場人物がどのような付き合いをしているのか、誰が誰に好意を持っているかなどが詳しく分かりましたが、この記事自体には M 氏と書かれているだけで、石橋正隆氏の実名報道はありませんでしたが、状況などから考えて間違いないようですね。それでは次の項目です。項目に、石橋正隆氏はどのような人物なのかです。僕はほとんどテレビを見ませんから、市川猿之助氏自体も以前の動画で触れましたように、パラビというサブスクで見ましたドラマ半沢直樹の中で一度見たことがあるだけでした。石橋正隆氏については全く知らない人物であります。万が一ドラマ映画 CM などで目にしたことがあっても、その人だとは把握していません。では石橋正隆氏はどういう方なのかを先に見ていきましょう。2007年7月、小柳ルミ子さんとの婚約を発表したことで、その時は一瞬ですが石橋正隆氏は注目を浴びたようです。しかしながら同年11月には婚約を解消されておられます。ウキペディアプロフィールと経歴では、石橋正隆というのは本名でして、1979年4月6日生まれで、現在の年齢は44歳です。出身地は神奈川県横浜市、身長170センチ、血液型は AB 型で、職業は俳優タレントとなっています。また趣味はサーフィン、乗馬、タップダンスで、特技は野球ということです。1990年代から演技の道を歩まれており、数多くのドラマや舞台に出演されてきました。全項目の記事にもあった通り、最近では市川猿之助氏が主催します演劇プロジェクト猿之助と愉快な仲間たちのメンバーとして、猿之助氏と関連している舞台に出演する機会が増えていました。父親は紅白歌合戦にも出場経験があります。石橋正治氏です。6人兄弟の次男であり、兄1人、妹1人、弟3人と一緒に育ちました。1998年に俳優としてデビューしました。初めての舞台作品はさよならの約束のようです。その後も舞台やテレビドラマに多数出演し、テレビ番組スカットジャパンに出演するなど幅広く活躍しています。石橋正隆氏の過去の恋愛についてご紹介しましょう。最初は前述しました小柳ルミ子さんです。2006年4月の舞台清水の次郎長外伝で共演しました27歳年上の歌手小柳ルミ子さん、当時55歳との結婚報道が2007年7月に流れました。一部スポーツ紙によりますと、2人は同年4月から交際し、石橋氏当時28歳は一生ついていきたいと小柳さんに続婚で、すでに指輪もプレゼントしており、同年に亡くなられました小柳さんの母親の喪が明けます、2007年12月末にも結婚するというものでした。小柳さんは1989年に13歳
年下の俳優大隅健也さんとの年の差婚と格差が格好のネタにされていました。結果的には大隅さんに逃げられ2000年に離婚に至りましたが、今度は大隅さんの2倍も年の差のあります石橋氏との再婚報道に世間を唖然とさせました。2人は小柳さん主演の清水の次女長外伝の共演で交際に発展し、稽古中でのイチャつきに石橋氏は当時の事務所をクビになったとも言われています。小柳さんは2007年11月にテレビ朝日系番組スーパーモーニングに出演した際、石橋氏との交際の決め手について自身の胸にポーンとスコーンと飛び込んできたと語っていました。ところが報道の翌日、小柳さんがマスコミにファックスで石橋氏との再婚を完全否定しました。また小柳さんの所属事務所はマスコミの取材に対して結婚の話はない、どこからそんな話が出たんだろう、本人も笑っていましたとコメントしています。一方、大阪歌舞伎座で小林旭特別公演に出演中の石橋氏は待機する報道陣から逃げるように劇場を後にしていました。再婚の障害となったのは父の正治氏だという見方もありました。すでに2人は同居生活を送り、いつ結婚してもおかしくない状態でしたが、石橋氏の両親が2人の交際に激怒していたといいます。当時石橋氏の母親は取材に訪れましたマスコミに対して、なんで息子の結婚をマスコミを通じて知らなければいけないのですか、そういう話だったらきちんと挨拶があるはずと不信感を隠さなかったようです。なお正治氏はコメントはしていません。理由は不明ですが、一般的に親子ほど年の離れた離婚歴のある相手を嫁に迎えるにあたり家族は難色を示してもおかしくはないでしょう。ですが一方でこんな噂もありました。実はこの頃小柳さんはモテ期の真っ只中で、他にもアプローチされている俳優がいたそうです。ただ小柳さんは大隅さんへの未練がまだ残っており、復縁を望んでいたとも言われていましたと芸能関係者は語っています。真相は不明ですが、再婚情報は全て石橋氏サイドからのリークだというのが定説で、小柳さんが再婚を否定したからには石橋氏が自分で言いふらしているのは我々だったとワイドショー関係者の話を当時週刊誌は掲載していました。同年11月、小柳さんは石橋氏と別れた理由として、なんとなく私が連絡しなかった、悪い女ですねすいませんと吹っ切れた表情でスーパーモーニングで語っていました。小柳さんとの交際婚約が話題になった石橋氏ですが、実は女優の杉浦幸さんとの交際も噂されていました。映画で共演したことが確認されておりますが、実際に2人の熱愛がスクープされた事実はありません。その後が今回の市川猿之助氏ということですが、現在家中の石橋正隆氏は逃亡中とされており、行方が分かっていないようです。それでは次の項目です。項目3、石橋正隆氏を感想学で見るです。では感想学に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は石橋正隆氏に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。こちらの画像で見ていきましょう。俳優もされているとのことでしたが、そこまで写真は多くなかったですね。顔型から見ていきますが、男性ですから吉相寄りです。大吉相とまではいきませんが、特に問題ないでしょう。額も平相ですね。むしろ良い方でしょう。髪の生え際はなだらかですから、穏やかと見るのが最もポピュラー診断でございます。他の写真でも見れますが、毛量が多く密度が濃いですから、こちらは猫をかぶっているという見方がありますので、そういう認識方法もあるんだと頭の片隅でも入れておいてください。この部分は全員が全員に通用するわけではなく、僕が石橋氏を見た瞬間に気になったという面相読み取りを長いことをしていますと、パッと目に飛び込んでくるファーストインプレッションを大事にしないといけない場合もございます。次に眉毛に行きましょう。眉は無論整えられておりますので、元を予測して判別します。こちらの写真で見ても密度が非常に濃く、欲望が強めであり、結構行くときはガンガン行く系の方ですね。画像元に戻しましょう。インドンや三根、電卓のレイアウトは通常、いわゆるザ・平層というタイプで、特筆すべき点はありませんので、度が過ぎる部分などもありません。目は吉凶合わせ持ちの私有眼であり、報道では冷酷冷淡と言われていましたが、そうではなく、あまり自分以外に興味がなく、あえて人を陥れようと考えているわけではありません。また類道は少しマイナス読みでいいでしょう。関門あたりはいいですね。鼻も特に問題なし、そこまでプライドが高かったり傲慢なわけではないと見ますが、仕事での成功なども他の部分と合わせ読むことでほぼないというか、体勢はしないだろうなという予測可能です。頬骨は男性ですから通常、耳はちょっとだけプラスという感じでしょう。人中も普通で、ほうれい線は微マイナスですね。また彼の場合は顔の色などが映り方かもしれませんが、良くなく、健康については随分マイナス鑑定になってしまいます。口元にもそれが出ています。また喋りが薄っぺらく、嘘をわざわざつくわけではないですが、軽口を叩く、あまり心がこもっていないスピーチをするんだろうなという印象を受けます。はい、ということで石橋正隆氏を全体的に見ますと、トップにたどり着くような男性ではなく、ボブキャラっぽい雰囲気も醸し出していますが、決してそうではなく、穏やかの中に見える欲望、
僕の長年のキャリアではっきり言えます。案外こういう男はクセモノです。そういう部分に猿之助氏はガチガチにハマってしまったのではないでしょうか。それでは最後の項目です。項目4、市川猿之助氏との仲を考察です。今回感想学で石橋正隆氏をがっつり見たことによって、ある程度市川猿之助氏との関係性が分かりました。それは前回市川猿之助氏も感想学でちゃんと見ているからです。もしまだ視聴されていない方がいらっしゃいましたら、よかったらそちらの動画を先にご覧ください。今から僕がする考察がより頭に入りやすくなるはずです。以前の動画で市川猿之助氏は単なるお山の大将、彼のことを心底好きな友達や恋人などはいないでしょうと読み取りました。彼のチンピラ気質、お坊ちゃん帝王学が生み出しました歌舞伎界のモンスターです。猿之助氏自身は石橋正隆氏にガチ恋をしていたのかもしれませんが、石橋氏からしますと利用しているという言い方は悪いですが、まあ自分にとって利益があるので付き合いをしていただけ。猿之助氏は彼氏恋人という目で見ていたかもしれませんが、石橋氏は無論モンスターお坊ちゃまについていけるわけはなく、パワハラモラハラセクハラもされつつ耐えていたのでしょう。猿之助氏が死んでも何とも思わないというのは強がりや嘘なのかと思いましたが、どうやらリアル本心でしょうね。関係的にはキャバ嬢と太客の関係性と一緒です。キャバ嬢側は好きじゃないけど、太客はめちゃくちゃ店でお金を使ってくれる、ブランド品も買ってくれるから彼氏のテイを装ってるだけ。本命は他にちゃんといます。石橋氏も全く同じなんだろうなと僕は考えています。猿之助氏もうすうすそこは気づいていますから、石橋氏の気を引きたいためにこの偽装心中騒動を企てたのかもしれませんね。自殺幇助ではなく、僕は完全に殺人と考えていますが、今まで好き勝手してきましたから、ただ単に罰が当たった、それだけのことです。石橋氏は巻き込まれたくないんでしょう。だから姿を現しません。このチャンネルでも因果応報のシステムについて解説をしました。 100% の人間にやったことが返ってくるわけではない。しかしこんなド派手に周囲の人間全員に恨みを買うやり方をしている場合はきっちり食らいますからね。今後注目していきたいですが、歌舞伎パワーに屈せずきちんと殺人罪で立件してもらいたいです。はい、ということで今日はリクエストが多く来ました。石橋正隆氏の感想学と市川猿之助氏との関係性について考察してみました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。